防空壕の中で焼かれた妹たち、小崎大一。33年前の空襲によって私は父と二人の妹を失いました。父と一番下の妹の遺体にはとうとう会うことができませんでした。私は戦前、青森トヨタに勤務していました。当時、自動車といえば軍需品で、軍、 あるいはそれに関係するところでないと車は持っていませんでしたから軍関係に自動車と部品を供給していました昭和18年頃だと思いますがトヨタ自動車と日産自動車が一緒になって青森では青森県自動車配給会社というものを作った記憶があります20歳の時青森で空襲を受けましたが18歳の時は そこの社員として大港にいました家族4人は青森市に住んでいて長年住み慣れた青森市を離れて一人で大港に行きましたしかし昭和20年の春に会社の工場が消失しそれで空襲の年の春に青森にまた呼び戻されたのです母は小さい時に亡くなっておりましたので 当時は父と妹3人と私の家族5人でした父は青森市の日用雑貨店の組合の主事をやっており私のすぐ下の妹は病院に勤めておりました2番目の妹はまだ小学生でした20年の春頃は青森にはまだ敵の飛行機が飛んできていませんでしたが 南方諸島での玉砕や東京大阪の空襲が伝わってくるようになり東北地方もいよいよ空襲を受けたということを知りましたがどうせ青森なんかには来るはずがないと思っていましたしかし7月に入ると米軍のビラがまかれいよいよ青森に来るのかと思いました私自身はビラを見ていませんでしたが 周りりのの人からビラの内容を知りまし,たしかし軍の関係はビラはデマであると指定していました空襲の日もいつものように家族全員早く休みましたすると空襲警報が鳴りました私はそれ以前にも空襲警報には何度も起こされた経験があったのでまたかという気持ちでどこを離れなかったのです 妹たちは盛んに私を起こそうとしましたが私は寝ていたのです仕方なく妹3人と父は家から出て避難したようでしたこれがまさか父と妹との最後の別れになるとは思ってもいませんでした布団に寝ていて窓を見ると真っ赤になっているではありませんか急いで飛び起きるとすでに本庁一帯の方がぼうぼうと燃えているのが 見えます「これでは自分の家も駄目だなと思って逃げようとしている間に近くの家からどんどん火の手が上がっていきます外に旅立つと規則を守って忠実にバケツで火を消そうとしている人たちがいましたそんなことしたって無駄だと思い夢中で裏町駅に向かって逃げました誰も彼も必死で裏町の駅の方に向かって逃げています」。 やっと裏町駅に避難したと思ったら、そこにはもう何百人もの人が避難していたのです。しかし、そことて安全ではありませんでした。いよいよ駅にも火の手が押し寄せてくると、我先にと裏の田んぼに向かって逃げました。その時の焼夷弾の雨はものすごいものでした。三度焼夷弾の雨をくぐり抜けたのを覚えています。 上空高く焼夷弾が炸裂するとその焼夷弾に当たらないように焼夷弾を見ながらあちこちに逃げました焼夷弾は田んぼに落ちても花火のように燃えていますまたその時のガスはものすごいものでしたそうするうちに田んぼで朝を迎えました父と妹たちを探さなければと思い町に向かいました 町に入ると死体がゴロゴロしていました。白骨になったもの、あるいは一部が白骨化しているものなど、たくさん転がっています。その中で一番不思議なのは、どの死体も丸裸なのです。生きているうちは確かに服を着ていたのが、服は焼けてしまって、みんなどす黒い色をしているのです。男も女もみんな同じです。 中には防火用水の中にあまりにも熱くて熱くて飛び込んだと思われる死体もありました。その死体は何倍にも膨れていました。私は我が家の焼け跡で一晩中父と妹たちを待っていましたが、その日はとうとう帰ってきませんでした。翌日も待ちましたが、とうとう帰ってきませんでした。 その日の夜は泊まるところがなく、近所の人が即愛していた八重田の知り合いの家へ行ったのです。そこで二人の妹と偶然に会うことができたのです。近所の人に連れられて来られたそうですが、一番上の妹は右足首のあたりをやけどしていて、二番目の妹は下半身をやけどしていたのです。 それで一番上の妹に下の妹のことを聞いたのですが何も言わないのです。いくら聞いても何も言ってくれませんでした。次の日も焼け跡に行きましたが父は帰ってきませんでした。これで三日間焼け跡で待ちました。三日後に妹がやっと下の妹のことを話したのです。その話によると父と妹たちの四人で逃げたが 途中で父とはぐれてしまい妹たち3人は裏町駅の防空壕に逃げ込んだということです焼夷弾が落とされてあまりの暑さに一番上の妹が最初に飛び出したそうです次の妹も続いて防空壕を飛び出しましたが下半身を火けしてしまいました一番下の妹はとうとう防空壕の中で死んだということでした その話を聞いて妹の死体を探しに行きましたがすでに死体は運ばれた後でしたまた父の死体も探さなければならず弘前の叔父に連絡し一緒に山内の死体置き場の死体の上のむしろを剥がして歩きましたがあまりの広さに途中でやめてしまったのですあの時全部の死体を見たら探せたのではないかと思います その後、火けをした二番目の妹を連れて、藤崎の福井先生のところに行きました。命に別条はないということでしたが、後で焼夷弾のために機関車もやられていると分かった時には、もう手遅れでした。終戦を待たずに、8月11日に亡くなりました。私はこの空襲で、父と二人の妹を亡くしました。 幸いにも一番上の妹は健在ですが私の家族から平和を奪ったあの戦争は忘れることができません以上があー戦争当時ア森モリトヨタに勤務していた尾崎太一さんの防空壕の中で焼かれた妹たちというア森モリ空襲の体験記でした、えー、これを見ますと やはりあの自動車産業もです、ね、太平洋戦争中末期の頃に、えー、国の命令で同じ業界はもう1社だけにしろということで青森県も昭和18年頃にトヨタ自動車と日産自動車が一緒になって青森県自動車配給会社というものを作ったということが書かれております。 そして、えー、この尾崎さんは、青森空襲で、えー、妹さんと、それから、えー、妹さん2人を亡くされてるんですね。妹さん2人と、それからお父様を亡くされております。 まああの青森空襲直後はあの妹さん一人はでやけどをしてということでやけどの治療で有名だった藤崎の福井院にまでその妹さんを連れて行って治療するんですけれども結局、その時はあ焼夷弾のためにその機関士もやられてたということがどうも分からなかったらしくて。えー 1か月もしない8月11日にその空襲では助かったやけどした妹さんも亡くなられたということでご家をお父様と妹さん2人を青森空襲で亡くされてお父様とそれから1人の妹さんのご遺体はまだ発見できていないということですね。本当にこういういのを 読んでると、まあこれは今からだいぶ前、青森空襲から33年後に書かれた体験記ですけれども、こういうのを丹念にですね、読んでいくと私としても非常に勉強になりました。今日も最後までご成長くださりありがとうございました。さようなら。